今のご時世、資格を取った大学を卒業したというだけでは生き残れんからな。奨学金を返すのにいっぱいで、結局親元で暮らし、金のためだけに仕事を選び、やりたいことも曖昧になり、緩やかな絶望の中、これでいいんだと己に言い聞かせては、子供の心を失っていく諸先輩方の背中に畏敬の念を抱きながら、自分の使命は何か、そのために今できることは何かを在学中から常に考え行動したい。従順、協調性の名のもとに良い子、空気の読める子でいることは、社会にとって都合は良くとも社会を動かす推進力にはならない。なぜなら凡人の息を出ないからだ。残念ながらな、いつまでも平和な世であるとは限らん。俺は社会に適合しきれずとも、己の心に響く警鐘を若者の胸にも鳴らしたい。誰の言うことを聞き、誰の言うことを聞かぬべきか、自分の心で判断し動けるようになりたい。そしてその思いを多くの者に伝えたい。俺は知っているんだ。本当は誰もが皆それぞれの使命を思い出した時、世界を動かす力を持つこと、世界はいつでも自分の中にあること、その魂の振動に自分の気持ちさえごまかせなくなること。思い出せ愚民ども、愚民などではなかったことを、鎖につながれてなどいないことを。俺はそれを伝えたいんだ。愚民どもがなだめすかしたその心を揺らすためにな。何輝いてんだよ。